サスライの映画を解く神谷です。今回はですね、こちらクランプスという映画を紹介したいと思います。クリスマスが近いんでクリスマス映画、まあ、クリスマス映画これわかるです。クリスマス映画って言ったらですね、自分の中では結構名作でいっぱいありまして、ダイハードとか、あれもクリスマス映画なんですよね。今じゃ夏ばっかり舞台になってますけど、で、あとそうですね、グレムリン、3人のゴースト、チャーリーとチョコレート工場、ホームアローン34丁目の奇跡とか、まあ挙げればキリがないんですよね。クリスマス映画っていうのは映画がヒットしやすい時期なんですよ。で、日本人だけなんですよね、クリスマス外で騒いでる連中っていうのは。アメリカだとクリスマスっていうのは親戚とか家族で静かに暮らすのが当たり前みたいで、これもそういう設定の上で、で、意外にアメリカでヒットした映画なんですね。ただし日本では未公開だったんです。まあなんで日本で未公開になっちゃったのかなって言ったら、向こうのクリスマス文化は日本で浸透してないので、考えてみては当たりますよね。で、このクランプス、向こうではちょっとした有名な都市伝説といいますか、妖怪ってわけでもないから、精霊に近い存在で、要するにクリスマスを侮辱したり、間違ったクリスマスの過ごし方をした人間に対して罰を与える、鬼みたいな存在なんですね、日本でいうところ。まあそんなのが本当にいたら日本人なんか全員地獄行きですからね。で、こちらのクランプス監督してるのがですね、確か X-Men のシリーズとかで脚本を担当してた人が初めて監督をデビューしてまして、グレムリンにちょっと雰囲気が似てるんですね。ちょっと邪悪なクリスマス映画で、なおかつあんまり残酷なシーンはあんまりないので、お子様と一緒にちょっと見るのもありかと思います。家族を襲う怪物たちのデザインがめちゃくちゃかっこいいですね。テディベアみたいな格好をしてるんですけど、ここに写真出てますね。見にくいかな。そう、牙の生えたてちっちゃいクマのぬいぐるみが襲ってきたり、クッキーマンってシュレックに出てきた変な可愛いキャラがいたんですけど、あいつらもちゃっかり出てきてバシバシ人を襲ってましたね。それとびっくり箱のピエロが巨大化して人を飲み込んできたりとか、結構シャレになんで怖いシーンもあったんですけど、それを全部ファンシーで片付けちゃってるのも、この監督、まあ優しい人だったんですかね、家族向けに作ったんでしょうか。これがですね、エンディングのまあまあ、これまあホラーとしては正しいんでしょうか、結構後味の悪いエンディングというか、気持ちのいいバッドエンドっていうんですかね、言い方がちょっと変ですけど、もう一つのエンディングっていうのがよく販売とかで特典演奏でついてるんですけど、これもちょっとおすすめですね。俺もう一個のエンディングも結構怖かったです。ファミリー向けホラー映画、これなかなか今の時代そういう映画って珍しいんですよね。今 R 指定がかかってるのが当たり前になっちゃってて、まあ80年代の面白い映画を思い出した感じになって、自分はちょっと嬉しかったんですね。そういう映画をまだ作れるやつがいるのかというので、おう、すいません、こちらハピさんです。紹介を遅れました。アメリカンショートヘアです。ということでクランプス、こちらレンタルショップで多分置いてあると思うので、クリスマスの時期何でもやることねえなと思ったら家で見るのもこれありですよ。結構盛り上がりますんで、言うことを聞かない子供とかに見せるとすげえ効果ありますよ。クリスマスいい子で過ごさないとクランプス来るぞっつって脅かしてやってください。